はようございます。香織です。私は先ほどひとしきりお話をして YouTube にアップロードしてみたところ、声が出ていないで、マイクが初期化されて全然私の声が入っていない。で、時々ね、こういうことがあるんですよね。で、その時はさっきの話と全く同じお話をしようか、角度を変えようか、また違ったテーマがいいのかと若干迷ってはいますが、の私がね、ここ何日かね、テーマとして、ずっとね、メモ書きにはあるのですが、なかなかそこに至らずという一言がハートなんですよね。で、昨日私は湯河原温泉に出かけて、そこでパッとね、思い出したことがあります。はい、それはこちらでも何日かお話ししている、私がセミナーに通っていた医師の話なのですが、あれ、そういえばこんなこと言われてたなということを、その温泉に浸りながらね、っていうよりもちょっと体をクールダウンさせるときに、こう仰向けで体を休ませるみたいなエリアがあって、そこでなんかね、ふとその7年か8年前くらいにその医師に言われた一言を思い出しとね、それはね、そのセミナーの中で一人一人なんかお話をしなさいみたいな場面があったんですよね。夢についてだったのか、セミナーに参加しての気づきについてだったのか、とにかく一人一人短時間でお話をしなさいという時があり、私はね、その時話したことを思い出して、なんか夢の話をしてね、夢の中で、なんか十字架が出てきて、で、十字架って縦棒と横棒があって、こうクロスしてますよね。で、そのクロスしている部分がなんかハートのように感じましたね、みたいなね。で、その十字架の縦棒は、自分軸みたいに捉えると、クロスしている横棒はハートを横切って、周囲とつながるみたいなね、ハートでつながるみたいな、そんなイメージを得た夢でしたみたいなね。そんな話をっていうか感想をしたところ、先生が一言、あなたの課題はそれみたいよとね、一言だけぼそっと先生が言って、つまりあなたの課題は、あなたはこうハートを開くことを課題にしてる人みたいですよという先生の一言で、私はね、その時はそれほどピンとこなかったっていうかね、そうなんだくらいな、っていうよりも、その手のテーマは私は苦手っていうかね、こうあまり触れてほしくない部分っていうか、私の人生の中でそこがそれほどうまくできていない部分であったので、それが自分の課題と言われてもなみたいな思いもあり、あとはね、そのセミナーの中で何人か仲良くなった人もいて、その一人が私のみぞおちあたりに手を置いて、つまり胸のあたりですよね。ここがとても大切なのよ、つまりハートが大切なのよと、その人からも言われというより言われてしまいっていう感覚ですかね。その話はあまり聞きたくないとか、ちょっと私は苦手なので、その話は振ってほしくないみたいな思いがしていました。でもね、だから顕在意識で私はそのテーマを嫌っているというか苦手意識があり、でもじゃあ私の潜在意識のどこかでは、やはりそれはテーマだということを分かっているがゆえに避けたいという思いもあったのかなというね。それは今なんとなく、気づくことで。でね、そのハートについて最近、こういうことだったのかっていうね。その気づきがあったのは何年かぶりかで、
引っ張り出して読んでいるジャスムンヒンさんのリビングオンライトの中に、まあ、ハートの話が出てきて、その角度だったらわかるっていうかね、うん、そのテーマで、そのテーマっていうか、その言葉遣いをしてもらえると、私はそのハートの大切さがよくわかりますという記述が、ジャスムヒンさんの本の中にはあり、それはね、ハートを臓器として、ね、捉えていました。はい、だから私はハートと聞くと、なんとなくこう、感情とかね、まあ、エモーショナルな捉え方、うん、で、私はそのハートが、の取り扱いが、に関して自分では苦手意識があり、そのハートを通じて周りとつながるみたいなことは、できてないし、重視していないし、やりたくないみたいな、とにかく私にそのテーマを振らないでみたいなものだったのですが、そのね、ハートを臓器として捉える、でそれは心臓なわけですよね、うん、でよくこうハートマークって出てきますよね、手で作ったりするね、いわゆるハートマークは、あるいは心臓の形を模して形ができている。でもハートマークを見てしまうと、それはやっぱりこうエモーショナルな感情的なものと結びついてしまう、うん、じゃあ一回それを切り離してみて、自分に受け入れやすい形でもう一回ハートとか心臓を捉えてみると、私の課題にも無理なくこう取り組めるのかなっていうね、今なんかね、やっとそこまでたどり着いたというかね、うん、まあいろいろな気づきとか、周囲から言われたこととか、自らの課題意識みたいのも重なって、まずはハートを心臓として、あ、違う、心臓じゃないですね、肺ですね、うん、でも心臓と肺はつながってますよね、ほぼ一体の臓器で、いわゆるハートマークは、心臓、臓器の心臓というよりもあれ、肺ですね。うん、肺が、左右ありますよね。左右広がっている。それを、いわゆるハートマークね、よく赤い色で塗られている。それですよね。うん、あ、そうだ、今ね、心臓ではなく、いや、心臓も含めてという意味ですね。肺が大切ですよという言葉が、ジャスムヒンさんの本の中に出てきました。で、肺は、何のために大切ですかっていうか、何をしている臓器かといったら、呼吸ですよね。うん、で、そこで、その古代人の呼吸とか、私がここ何日か話している、古代人は現代人とは少し違う呼吸をしていましたという話からの、あとはまあ肺そのもの、臓器としての肺そのものが、まあ、心臓も含めて、そこが実は一番大切な臓器なんですよという話を読み、で私のそのハートが大切っていう、まあ、課題と結びつき、ね、でもその苦手意識ではなくて、こうすんなり受け入れられる形で、あ、ハートなんだ、私の課題はハートなんだという、今ねそこまでなんとなく、気づき始めた、まあ、ハートの理解の入り口にやっと立てましたというお話でした。はい、最後までご視聴いただきアンカトー、またやります。ではまた、バイバーイ。